こんにちはこんばんはゲーム動画でいこうです。取り記念競輪もいよいよ最終日12レース決勝戦の予想をお送りしたいと思います。え決勝戦はご覧のメンバーですね。SKS 班は村上宏之のみそして、えー、関東勢全滅となりました。地元茨城,茨城勢はもちろんのこと。 まあ、関東の誰もが参戦できてないというのは残念です他に原田健太郎も敗退しております、えー、結論です、えー、二分戦となりましたがあの野口の後ろが競りということで、えー、一番車松浦が一気にできてしまうんじゃないかなと思っております えー、ここからはそうですね概要をお伝えしたところでもう少し細かく見ていきましょう、はいえー、このメンバーですね二、えー、分戦ということで、えー、野口宏が事実上の逃げ位置みたいな感じですよねその後ろにはもちろんあの同県の先輩和田健太郎なんですがここに2、えー、番車村上宏之が 競り込んでま,いります村上には大坪浩一がマークですねで。和田健太郎は難関ということで川崎賢治が続きます。そして松浦にはゾラッと瀬戸内勢3人つまり瀬戸内勢は合計4人です。協力です。松浦には岩津、小倉、渡辺うんどれも。 コーツつけがたいですよね。三連単の支持率はまあということで、いわつの刺し目の方がやや上回ってるんですか。小倉も売れてるということは突き抜けもあるというふうに見えてるんでしょうね。おつ見ていきましょう。やはり一番売れてるのは松浦ですね。 折り返しの岩津松浦も売れておりますそれからですね松浦から2番人気が村上ですよね村上のネームバリューというか信頼性が高いんじゃないかなと思っておりますねちょっと売れすぎていう気もしなくはないですけどねまず 競られる和田が33.5倍で3倍オズの差があるんで、まあ、村上と和田では力差があるってことなんでしょうけどねあとうんまあ展開考えるとこんなもんでしょうねそう9五も 月抜きの9号も11.1倍で結構売れてますよね。えー、っと、川潮、川を5級で19.8倍というふうになっております。まあ、どちらにしても松浦中心とした瀬戸内勢がやっぱり人気。そこに村上、まあ、野口あたりが食い込んでくるって流れでしょうかね。渡、ま、せられるので、やっぱり人気ないんでしょうね。 おっとなんであのこのナビになってんだえー、っとこの細切れのは忘れてくださいえー、っとこの通りの2分線ですがそうですねまずやっぱり6月から新ルールということで特にやっぱり一番影響あるのは誘導のピッチが2。 1> 1周2秒も上がるってことなんですよねということなのでほとんどもう、まあ、残り2周まで誘導かしちゃダメ失格になるんでかなりあの誘導ピッチは早いんで前取り有利っていう話になります。 これをメンバーを見ると前を取るのはやっぱり瀬戸内勢なんじゃないかなと思います。なんでまあまあ瀬戸内が前を取って後方から野口が抑えてくるまあ、ここで松浦がどう反応するかですよねひょっとしたらあのセりで村上和田が離れてしまうかもしれないそうしたら松浦悠々と野口をバーて入れますよね。 であまり野口もちんたら行きすぎると誘導も早いんでひょっとしたらあの足を使っちゃうし松浦に突っ張られるかもしれない普通に押さえていきたいとこですよね、まあ、普通に押さえにいったらあの当然あの今までのルールと違って野口一気にドーンっていかなきゃいけないんで押さえる 抑え選考するにしても早くいかなきゃいけないんですよ。そうなると番手が離れる可能性もあるし野口自体も足使ってしまうっていうただ野口あの準決勝は2周選考して3着粘ってますからね。ということもあって。 野口を調子も相当いいいいんじゃないかなかと思います、まあ、どちらにしても松浦引いて引くか遅ければ突っ張ったりとあの村上和田を競りげ離れたりするとまあ飛びつき策場合によっては後ろ3人連れてるのでそのまま突っ張って先行というの両面にらみなんでしょうね。 どちらにしてもあの松浦が最後は野口を抑えてあ抑えてというか野口を叩いて一気にいっちゃうんじゃないかなとまあもしくは突っ張った時に野口だけが来て野口の番手にはまるかですよねどちらにしても松浦優利は変わらないと思います、えー、後ろの岩津 ちょっとやっぱりん不安はありますよねなんとなくなんで1991、えー、は本線なんですけどちょっと村上が安いのは気になりますけど外せないそれからやっぱり野口の残り目仕掛け次第ですよねあとやっぱり結構調子いいんで 先行医者は買い取ることもあって残すそれからちょっと怖いなと思っているのは川崎健二難関の三番手なんですけどまあ競りがあって結構村上和田も足消耗した時に準決勝1着取ってますしね、えー、とこの勝ち上がりの成績いいですから106点と見劣りはするんですけど。 結構台風の目になななってくるんじゃいいかなと思います同じことは小倉にも言えましてちょっと油圧の調子がそれほどではないなん,なんて考えると小倉もかなりあの以前はついていくだけがつい最近まではついていくまではやっとなんですけどあの全プロ記念経理なんか1着 決勝2着ですからね。で、今回も1着取れてますし、小倉の調子実は結構いいんじゃないかなと思うんで、最後、岩津をかわすシーンも考えておきたいと思います。同じ意味でもし松浦がもう、後ろ3人連れているということで、野口遅えなっていうことで突っ張り切っちゃうと、まあ当然岩津が、 あの番手の仕事も新ルールで結構制限されちゃうんでもう縦に踏むしかないないということで威圧が抜け出すんですけど足の調子の差を見ると小倉の魂十分あるんじゃないかな9五より五九の方が魅力あるんじゃないかなと、えー、思いますまあ松浦もこれ特別競輪じゃないんでえー 思い切っていって恩を売ってもいいっていう風な考え方もあるでしょうしねえこの9五五桂押さえて書いてますけど結構あの重要なんじゃないかなと思っております。どちらにしましてもやっぱりこのメンバーなら松浦が一番抜けてるのかなっていう気がするんで。 あの松浦の中四国絶対有利は変わらないですよねはい、えー、以上これが鳥出経理決勝の予想になりました、えー、いかがだったでしょうかぜひお気に入りましたチャンネル登録高評価お願いしますブログツイッターやっております説明欄にアドレス記載してますのでお時間ありましたら見ていただければ嬉しいです また、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。はい、こちらもお時間ありましたら、ぜひご覧ください。さあ、新ルール最初の記念となりました、鳥出記念経理。ちょっと地元か、あの、関東勢、茨城勢は残念でしたが、南関勢と、そして何より4人揃った瀬戸内勢、 まあ野口の頑張り、えー、なども、村上の維持なども楽しみではあります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。